負けされた当初、なんて大きなペンギンなんだろうということで、王様の意味を込めてキングペンギンという名前を付けました。しかしその後さらに大きなペンギンが発見されてしまいましたので、では王様よりも偉いものは何だということで、皇帝の意味をつけてエンペラーペンギンという名前が付いたというわけなんです。こちらのエンペラーペンギンと、そして今皆様から向かいまして左手に集まっていますキングペンギン、とてもよく似ていますが、よくご覧いただきますと、この胸元と首元の黄色い模様が少し違いますので、ぜひ大きさだけではなく模様の違いにも注目してみてください。そして大きなペンギンの他にもう2種類小さなペンギンが暮らしております。まずは顎の下に黒い1本のラインが特徴的なペンギンが、見た目もそのままにヒゲペンギンです。こちらの黒い1本のラインがヒゲ模様に見えることからその名が付いたペンギンです。海外では帽子の顎紐に見えることからチンソラップペンギンとも呼ばれております。そしてもう一種類、今中央に立っています目の周りに白いアイライン模様が特徴的なペンギンがアデリーペンギンです。こちらは発見者の奥様がアデリーさんということからその名が付いたペンギンです。日本ではガムのイラストなどにもなっていますので、とてもペンギンらしいペンギンとも言えるかもしれません。では4種類、世界で最大のエンペラーペンギン、そして2番目に大きなキングペンギン、ヒゲのような模様がありますヒゲペンギン、目の周りに白いアイライン模様がありますアデリーペンギンが暮らしていますので、ぜひ皆様こちらのペンギンたち覚えてみてください。では食事タイムということで、先ほどから私たちが与えています餌についてもご紹介いたしましょう。